ハッカは、えー、そうですね。皆さんは実はミントって言った方がピンとくる植物なのかもしれません。ハッカっていうのはあの消薬の名前もハッカなんですけれども、ハッカとミントはまあ詰まるところま同じものでございます。まあ、ミントっていうともう少し幅の広いものを指すかもしれないです。で、ハッカはあの地上部をま乾燥させて使うんですけれども、歴史とした漢方薬の一つです。 気血水の気を上手に巡らせるお薬として使って葉っぱの葉っぱの表面に小さい小さいあのンリンと呼ばれるそうですね油を含む風船みたいなものがたくさんついてましてこの風船の中に含まれている油 これをなでなですることでこの風船をつぶしてですねその油を外に揮発させて匂いを感じているということになりますメントールの匂いですねこのメントールという化合物を生成するのにもこの発ッカという薬用植物よく使われます非常に馴染み深い植物ですけれども歴史とした漢方薬として使われているというところを覚えておいていただけたらいいかと思います